僕個人的にはね、なんかサッカーの方がすごいとか野球の方がすごいとかはあんまり言いたくないんですけど、まあ高校に関しては、サッカーの方が上なのかなって。そのまま、なんていうの？実力と、てか、実力とか、そういう話じゃなくて、その運営に関するもので、高野連ってあるじゃないですか。野球の、高校を運営してる組織みたいな。あれやばいっすよね。サッカー僕やってたんですけど、それじゃ全然考えられないですよね。グローブとか、スパイクとかの色も、なんか決められてるんですよね。色付きのものを使っちゃいけないとか。もう白黒とかしか使っちゃいけないみたいな。あれマジで意味わかんないですよね。あと野球の、なんか坊主にしなきゃいけないっていうのも。あれ誰が考えてるんですかね。ああいう風潮とか。まあ坊主に関しては多分ルールじゃないと思うんですけど。でもそういう風潮があるじゃないですか。まあ風潮ならまだいいんですけどね。グローブとスパイクの色を勝手に決めるっていう。マジで意味はわかんないですよね。でもその点、サッカーはね、自由でいいなと思いますね、高校は。ただ、プロとかになってくると、どうなんだろうね。まあ、でもあれか。サッカーの方がいいのかな？ JFA とかいろいろ問題はあるけど、やっぱ島、サッカー世界的に有名なスポーツだから、ある程度、流動性とか開放性が開かれてるから、周りから見られてるから、何かおかしいことがあったら、世界からも言われるから、みたいな、あるけど、野球はね、そんなに熱心な国少ないから、結構偏っちゃうのかな。プロに関してはよくわかんないですね。正直。野球の。プロになった場合は別に、髪とかも自由で、グローブの色もスパイクの色も自由みたいな。あれ自由じゃないのかな？な感じで。どうなんだろう、俺。何の動画、これ。まあ、なんでね。だから上に、トップの人を、やっぱ、年齢が高い人。置いちゃダメなのかなって。いや、年齢が上なのは別にいいんだけど、結構頭が、結構若い人をね、どんどん使っていくっていうのをめちゃくちゃいいと思うんですけどね。まあでもそうはならないんでしょうかね。サッカーでも野球でも。なんだろう。僕、儒教とかはあんまり好きじゃないんですよね。先輩後輩文化とか、年功序列とか。以上。